赤坂御用地のサメが、橋門。御用地には、旧、東宮御所があり、東宮職が置かれていた。東宮職は、宮内庁の内部部局の一つ。皇太子と皇太子妃、またその未婚の子女の火星機関。名称は、皇太子の別称である東宮にちなむ。2019年5月1日以降、皇太子は、空位となり、東宮職は設置されていない。 東宮職の事務に関する法的根拠は、区内庁法第6条にあり、東宮職においては、皇太子に関する事務を司るとされるが、実際の東宮職は、皇太子周辺の一般事務のみならず、皇太子、皇太子妃、さらには、その独立の政権を営んでいない未婚の子女の家生を執行する。2019年5月1日に、徳人が、 第百二十六大天皇に即位したことに、伴い皇太子が空位となったことから、東宮職も置かれないこととなった。代わりに皇嗣となった、秋篠宮文人親王一家に関する事務を司る皇嗣職が置かれた。職員の総数は70名前後である。東宮助官長は、東宮助官と同様に、国家公務員の特別職にあたり、定員は1名である。主に旧家族、 政府首脳、交換婦人、交代子費の関係者などから選出される。東宮女官は、東宮女官長と同様に、国家公務員の特別職にあたり、定員は4名前後である。東京家政学院大学名誉教授、総合研究大学院、大学メンタルヘルスカウンセラー。元家庭裁判所調査官、唐橋有和かず死者西郷嗣則則着難。 黒木光二白爵礼則。退官後は上皇后、道子の母校である、精神女子学院中等科、高等科に勤務皇后政子の母校である、田園調夫二葉小学校附属幼稚園の元教諭、東大寺流松院院授、筒井博少子の長女、学習院高等科教授、東宮職御用係、宇宙外吉地男爵の孫、 環境事務次官、在アイルランド日本国大使館大使、大木町金和白尺着難、移住院松次男爵霊則、学習院寄宿舎で、皇太子、秋人新王と同室だった、西恩寺藤尾霊則、第十二代内閣総理大臣、西恩寺金持公爵のひご、スペイン大使館一等書記官、外務省大臣官房総務課企画官、 在香港日本国総領事官領事、岐阜県警本部長在ドイツ大使館一等書記官東京電力元企画部長、外務省国際社会協力部、人権人道化企画官中村雄一子息第82代内閣総理大臣夫人、橋本久美子のおい、鍋島直明男爵霊場、牧野信道夫人、島津忠宏男爵霊場、 国宮国飛行費、近子の名。学習院大学教授、皇太子なる人新郎のフランス語参与、高木進の妻。経済協力局長、木畑正七の妻外務審議官、西宮真一の妻。名は長野利男爵霊場。東京大学医学部附属病院看護婦長。和辻哲郎の長男、夏彦の妻。東京ガス元社長、村上武雄の妻。 学習院幼稚園園長、翻訳家、夫は環境大臣、広中和歌子の実定。ありがとうございます。